皆様、ようこそお越しくださいました前期と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されておりますフィギュアライズスタンダードシンデュアリティノワール ADE でございます。皆様、このシンデュアリティノワールというテレビアニメご覧になってましたでしょうか。先月ですかね、2024年3月に第2クールの最終話が放送されて、ちょうどでもないんですけれども、アニメ本編が完結して、その翌月、このエリーが発売となりました。実は私、シンデュアリティノワール、初期の頃は見てはいたんですけれども、レコーダーに撮るだけ撮って、全然その後見れてないんですよね。タイミング的には第1期のリゾートプールみたいなところで、シエルが歌ってるところ、そこまでしか見てないものですから、今回このエリーを購入したことをきっかけに、このキットを作りながら、取りためてあるシンデュアリティノワール一気見したいななんて思っております。で、今回ご紹介するエリーはシンデュアリティノワールに登場するキャラクターキットの第2弾になります。第1弾がメインヒロインでもあるノワール、私のチャンネルで当時ご紹介しまして、現物がこちらとなっております。このポワンとした表情とか、透き通るような白い肌とか、この服をちゃんと着ることができなくって、肘のあたりまでずり下がってるジャケットとか、非常に見事に再現されております。確か当時コメントの方でこのジャケットだけ欲しいなんていう方もいらっしゃったようなので、そういった意味でも非常に素晴らしい造形のキットとなっておりました。で、今回ご紹介するエリーというのはもう一人のメインヒロインって言っていいんですかね。主人公であるカナダに恋心を寄せる人間の女の子になります。人間ノーというのは、庭師方ご覧いただいたノワールっていうのは、いわゆる人造人間アンドロイド的なもので、作中ではメイガスと呼ばれておりました。ちょこっとご存じない方のために補足になりますけれども、このアニメの中にはクレイドルコフィンという名前のロボット兵器が出てきまして、それを操縦する人間とサポートするメイガスというアンドロイド、別の作品に例えて言ってしまえば、ファイブスターストーリーズのヘッドライナーとファティマみたいなものですね。で、今回は言うなればヘッドライナー側の女の子エリーとなります。ではパッケージご紹介してまいりますが、正面がこんな感じになっておりまして、私もこのパッケージしげしげ眺めて改めて気がついたんですけども、パッケージの左上、ここの部分に3つチェックボックスが並んでまして、真ん中のところに点が入ってます。ちょっと横になって分かりにくいかもしれないんですけども、1番目がメカニック、2番目がヒューマン、3番目がメイガスということで、今回のエリー人間なので、この2番目のヒューマンのところに点が入っております。で、このイラストがエリー、ピンクのツインテールが特徴的な女の子で、私の認識ではカナタに対して結構ツンデレなキャラクターだったりするものですから、ツンデレ大好きな私みたいな人間にはぶっ刺さったキャラクターでした。で、箱は普通のプラモサイズで、厚みは結構薄いです。ノワールの時もそうでしたね。で、側面がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品のフロントとリア、作中通りのスリムなスタイル、きちんと再現されております。で、その隣がフェイス、この膨れ面の表情もそうなんですけども、今回、単本印刷用のフェイスパーツは1個で、あとは選択式の水転写デカール。ここには正面向きの叫び顔みたいなものと、正面向きの地頭顔ってとこですかね、膨れ面になってますけども、下の方に複数のアイデカールの選択肢があるようです。これを見るとどれを使おうか悩むとこなんですけれども、のっぺらフェイスは2個しかないものですから、とりあえず今回はこの通りアイデカール貼ろうかななんて思っております。で、こちらハンドパーツのことですとか、ジャケットについては着脱可能、エポの姿も同じく着脱式で選択が可能ということで、1個のキットですけども、この服装についてはかなりバリエーション豊かに遊ぶことができそうです。で、右端にエリーの説明がありまして、側面がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら、シンデュアリティノワールのアニメーションのことですとか、このゲーム、シンデュアリティエコーオブエイダーって読むんですかね。こちらまだ発売時期とか、いろいろ未定なんですけれども、こちらの方もちょっと気になるところですね。あとは注意書きとなっております。では、中身の方もご紹介していきたいと思います。先ほど、このシンデュアリティノワールのテレビアニメ、先月放送が完結したというお話をしたんですけれども、キャラクター、こういった登場人物ですね、は、ノワールと今回のエリーぐらいしか今のところ発売がされてないんですよね。アニメが放送終了してしまったので、今後も出るかどうかはわからないんですけれども、個人的にはシエルが出てくれると嬉しいななんて思っております。で、まず一送り目が、こちらがフェイスパーツ。まずこちらが単本印刷のもので、あとはのっぺらフェイスですね。で、こちらの方が白い靴の部分とか、これがアイデカール。どれ貼ろうか悩むとこなんですけども、塗装済み完成品にあったのと同じアイデカールにしようかなと思っております。で、ここにカラー再現用のレッドとかグレーのパーツ。で、こちらが、これは普通のマーキングのシールですね。そんなに多いわけではないんですけれども、これらを貼ることによってかなり綺麗に仕上がると思います。反対側が頭髪のパーツ。で、こちらが、最後一個ですね。フレッシュのパーツですとか、ここにジャケットとかエプロンのパーツがあります。間に無色透明のパーツ入ってますけども、これ展示ベースですね。きっとこれで以上となります。服装の着脱が可能とはいえ、女の子のキット一体分ですからね、マルチカラーキットで複数の色があるとはいえ、キットボリュームとしては非常に作りやすい分量じゃないかななんて思います。そして最後、作り方の説明書。シンデュアリティノワール。エリー。このイラストはキャラデザ担当の方の絵ですかね。アニメ本編のものとはちょっと違いますけども、これこれで可愛いですよね。で、中の方に参りまして、ちょっといくつかページ開く必要があるんですけれども、まずこちらが
バーズリスト、まあ、こうやって見てみてもそんなに多くない、作りやすい分量だと思います。でさらに開きますとこちらの方に注意書きがありまして、水転写デッカールの貼り方とかあって、でここから作成が始まって、まずは頭部、水転写デッカールを選んで貼ってくださいとか、フェイスパーツのことが書いてあります。でフェイスパーツをそれぞれ選択したら、ここで頭部の作成ですね、両側のツインテールとか取ります。ボールジェットで角があるっぽいです。で次に胴体の作成、ところどころでシールの貼り付け指示もありますね。構造的には先日ご紹介した星野文奈っぽい形状をしてますけれども、肩については受け側の方に稼働はなさそうです。でここでまず右腕を作っておりまして、で次のページで左腕で、ここからウエストを作っていって、ここで右足の作成があって、で左足が出来上がりましたら全体を連結して、まあこれは言うならば軽装状態の AD ですね。で表のページに戻ってきまして、でここでアタッチメント、展示ベースを装着するためのなんかこういったパーツがあるようです。クリアパーツではありますけれども、なんかこの軽装状態にこういったメカメカしいものが背中にくっつくと、なんかこれはこれでちょっと違和感の感じがします。でここからジャケットの作成なんですけども、まずは頭部と両腕、この太ももに装着してた防止的なものですね、これを違うものに変更しております。で内側の方に参りまして、ここからジャケット装着した状態の腕、腕については差し替え交換ですね、ちょこちょことシールの貼り付け指示もあります。でジャケット本体部分なんですけども、単純にこの両側からパチッとはめるわけではなくって、真ん中に可動のジョイントがあって、こんな風に後ろ側からカパッと着せるような構造になってるんです。なんかこれはこれで結構楽しそうですね。で下の方にフード部分とかシールを貼り付けて、頭部をくっつけて、ジャケット状態の完成。でこちらの方は展示ベースをくっつけるときにはこんな順番で、一旦フードを外して展示ベースの先端に専用のジョイントをつけて、こんな風に展示できますよって案内ですね。で次にこちらがエプロン状態、これも先ほどの軽装状態からいろんなパーツを取り出したりして、でこれは前後からモナカ構造でパチッとはめる感じで、これでエプロン装着した入りの状態にすることができます。で最後のページがこちら、まあ、アタッチメントの説明ですとかフェイスパーツのこと、エプロン状態の写真が載っております。見た感じこういった主だったカラーリングについてはシールが付属してたんですけども、このポケット周りのスミレとかですかね、こういったところだけちょこちょことスミレをする感じで今回作っていきたいなというふうに思っております。下の方にカラーガイドもあります。説明した以上こんな感じですね。では早速組み立てて完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介していくんですけども、その前に今回このエリーを作りながらシンデュアリティノワール全24話見たわけなんですけれども、軽くそのアニメの感想、全然今回のキットと関係ないんですけども少しお話しさせていただきます。ぶっちゃけ普通に面白いアニメでしたね。一応クレイドロコフィンっていうメカも出てくるんですけれども、どちらかというと登場人物たちの人間模様に主体が置かれているので、メカのキットも発売にはなってますけれども、やはり今回のフィギュアライズスタンダードで出たキャラクターキットを見ながら、あれやらこれやら思い馳せる方がいいかななんていうふうに思います。でちょっと話はずれるんですけれども、アニメの中でノワールが歌を歌うシーンがあります。その時に歌を歌う会場に花束を持った女の子が来るんですけれども、その花束を持った少女を見た瞬間にマクロズセブンが頭をよぎったのは私だけではないと思いたいです。皆さんいかがでしたでしょうか。では改めてキットの方をちゃんとご紹介していきます。まずは付属品や交換パーツから、まず左奥こちら専用の展示ベースですね、まあ、やっぱり展示ベースが付いてくるのはありがたいですし、こういったキットの視認性を阻害しにくい無色透明ってのもいいですよね。でここにありますこの水色のパーツ、これは先端にこんな風に取り付ける補助パーツなんですけれども、これ後でご紹介します。こちらのジャケットを着た時用の補助パーツですね。ジャケットの後ろをご覧いただきますと、こんな風にフードが垂れ下がってまして、エリー本体の背中のピン穴にこのままでは届かないので、このフードを避けるための補助のパーツになります。こういったのもあるのもありがたいですよね。でもう一個あります、こちらのクリアパーツですけども、まあ、これが説明書の中ではアタッチメントと書いてあったんですけども、で実際説明書の中にもこのエリーの背中にこれを取り付けて、ここの穴に展示ベースさせてましたけども、ぶっちゃけこれ今回のキットでいうと使わない方がいいぐらいですね。
まあ、展示ベースの無色透明のランナーの中に一緒に成形されてたので説明書の中でも使われてたんですけども、これを取り付けたところで作中の再現ではないですからね。まあ、むしろこういった両側がボールジョイントの球体になってて、アクロバティックなポージングでも飾ることができる補助パーツですので、30 minutes sisters とかお持ちの方はそちらの方でこちらの方を再利用してもいいと思います。次にエリー本体の交換パーツとしまして、まずはハンドパーツ。今本体についてますのが開き手、それ以外に2種類。まずこちらの方がグッと握った、何も持たない握り手、左右一対。次にこちらが持ち手ですね。一応武器とか持たせられるような形状はしてますけれども、まあ、当然今回のエリー武器同梱されてませんし、アニメ本編の中でも何か持ってたって言ってもクレードルコフィン整備用の工具ぐらいだった気がしますので、まあ、今回のキットについてはこう軽く手を握ったそんな感じのハンドパーツを使ってもいいと思います。でこちらはリストジョイントがハンドパーツが組み込まれてまして、可動方向は一方向、この親指がこの向きのみですね、のハンドパーツになります。こちらも左右一対。次にフェイスパーツ。今本体についてますのがタンポン下積みのフェイスパーツ。それ以外の2種類につきましては私の方で適当に選んだ水転写デカールを貼ってあります。まずこちらの方が大きく口を開けた、まあ、焦り顔ってとこでしょうか。この地と汗のところ、両目と地と汗がデカールですね。でもう一個こちらが目線が左向きの膨れ面顔になります。両目とこのほっぺの方便のところが水転写デカールとなっております。で、アニメ本編ご覧になった方はご存知だと思うんですけども、まあ言うならばこういった焦り顔だったり膨れ面顔、こういった一種の変顔みたいなことをするシーンっていうのは大体思いを寄せるカナダ絡みのところばっかなんですよね。普段そうでない時にはこういった普通のキリッとした表情でおることが多いものですから、まあそういった意味で考えると、アニメの中でもあったこういった特徴的な表情シーンを再現できるフェイスパーツ、まあ水出しデカールでアイデカールを貼るっていうのはありますけれども、こういったのがついてくるっていうのは本編見た人には嬉しい仕様ですね。ちなみにこれ以外の目もありますし、なんだったらこの表情パーツのままでアイデカールを交換して自分だけのフェイスパーツを作ることができます。以上、タンポン下積みのものが1種類、アイデカールを貼れることができるフェイスパーツが2種類付属します。残りのものはエプロン状態であったり、ジャケットを着た状態で使用するものなんですけれども、後でそれぞれの状態のご紹介するときに合わせてご紹介していきます。では今、軽装状態ってとこですかね、になってます。エリー本体の方をご紹介していきます。まずはじめに大きさの比較してみたいと思います。この両側に同じバンダイさんから発売されております30 minutes sisters リシェッタとコトブキ屋さんのフレームアームズガールアーキテクトと並べますとこんな感じのサイズ感となっておりまして、大きさとしましては30 minutes sisters にほぼほぼ近い感じのサイズ感ですね。コトブキ屋さんのキットで言いますと女神デバイスの素体とほぼ同じと思っていいと思います。ちなみに頭部ボールジョイントの径は約4ミリですので30 minutes sisters のキットの方と頭部の互換性があります。ちなみにフレガは5ミリ、メガデバは6ミリなので、今この状態ですとリシェタと頭部の交換が可能です。では改めまして、エリー本体の方をご紹介していきます。お顔の方とか近くでご覧いただけますと、こんな感じになっておりまして、これがタンポン印刷済みの表情パーツですね。まあ、やっぱりタンポン印刷っていうのは安心感がありますよね。目の位置とかきっちり決まっております。では可動とかですけど、まず頭髪、このツインテールの部分はボール状の接続となっておりまして、こうぐるぐる動きますし、多少こんな風に角度を変えることができます。で左右のツインテール、3つのパーツで構成されてるんですけども、結構複雑なこの髪型の形状、綺麗に再現されてると思います。で、頭部はボールジョイント、首に角はありません。で、実は頭部のボールジョイント、一回頭部を外してご覧いただきますけれども、こんな感じになっておりまして、ここの部分ですね、単なるボールジョイントだけではなくて、このボールジョイント自体に、こんな風に少しだけ前後の可動があります。まあ実際これを組んだところで、そこの部分の可動が、どれほどこの前後の可動に恩恵をもたらしているのかは、まあ、いまいちピンとこないんですけれども、まあ、それでも十分な可動範囲だと思います。で次に肩、腕周り。肩はボールジョイント接続。胴体側の毛の方に可動はありません。あ、ちなみにこの白いビキニトップみたいなものではなくて、その下のこの黄色いところですね。肩とか。これはインナーになっておりまして、ここの部分、黄色いものはシールとなっております。で、肩の部分で横方向とか、でここの部分にロール。肘についた関節1個、グイッと曲げて、90度ちょいってところですかね。で、手首、リストジョイントは私の苦手な、この、斜め切りのハス切りの状態のものとなっております。まあバンダイさん強度的な意味合いもあってこういう風にしてるっていうのは以前コメントで教えていただいたことがあるんですけども、私やっぱり苦手ですね。こう直感的に曲げたい方向に手首を曲げることができないっていうのはやはり慣れが必要だと思います。で胴体の可動ですけども、胸のすぐ下に一箇所可動があります。胸部側の方に前後にスイングする軸が下向きに入ってまして、その先端がボールジョイント、腹部とボールジョイント接続となっております。それを利用して前とか後ろ、まあ隙間見えちゃいますけども、前後の可動かなり大きいと思います。左右に傾けたり、多少このようにねじることも可能となっております。次に腰部腰回り。ここはですね、この軽装状態ちょっと問題がありまして、問題って言い方失礼なんですけれども、この向かって左側、この右足ですね、ここにこんな収納ポーチ的なものがあります。
アニメ本編の中ではこのようにジャケットを着ていて、ここから下ぐらいしか見えてなかったんですけども、実際上の方にこういうのがありますよっていうことで再現してくれてるのはいいんですけれども、このウエストのベルトとこの太もものベルトですね、2箇所接続するところがありまして、実際このポーチ的なものもボールジャイアントなんですけども、上下この部分つながっております。ですので今こんな感じに足を開いた状態で立ってますけども、向かって右側、左足はこんな風にウエストの稼働が可能なんですけども、右足につきましては上下が接続されている都合上、この後ろに稼働させることが理論上できません。まあボールジョイントなので前後の稼働は多少可能なんですけれども、それでもここの部分の制限がありますので、この軽装状態については右足はほぼこの位置から動かないと思っていいと思います。で、太ももの稼働ですけれども、まずこの左足についてはここの部分ですねにロールがあります。で、右足については実は上ではなくてここですね、この部分にロール軸があります。まあここで動かすっていうのも妙な話なんですけれども、で、膝については関節1個後ろにぼっくり出てますので、そのおかげでぐいっと大きく関節1個でも90度以上曲げることができます。で、最後足首ですけども、このブーツの部分、上側と下側分割されてまして、上側の部分はこのシューズ部分とは接続されておりません。ちょっと上にぐいっと押し上げますと、こんな風に隙間開けることができるんですけども、この足首のジョイントについても、実は手首と同じ、お分かりいただけますかね、斜めのハス切りになっております。これまでバンダイさんのキット、足首については垂直だったことが多いんですけども、この襟については斜めになっております。おそらく強度的な基準か何かで、バンダイさんの中である程度の大きさの可動ジョイントになった場合には斜めにするっていう風な決まり事でもあるのかもしれないんですけれども、その斜めの性のおかげで、私のような苦手な人間は足を開いた時に足裏の向きを変えるのにえらい苦労します。あ、ちなみに今回のキット、言うなされてました。私の方で明確に塗装した箇所はありません。こういったところですね、筋っぽいところに墨色したのと、あとはカラー再現のシールを貼っただけとなっております。では次に、まず先にですね、エプロン状態の襟の方をやっていきたいと思います。で、まずこの襟本体の方を言うなれば準備状態にします。まずは一旦この頭部を外しまして、で、上半身もこの胸部のところで外します。で、次にこの右足についてのこのポシェット的なものですね、これを外しておきます。で、こんな風にボールジョイントになってるわけなんですけども、上の部分、ベルトの上の腹部パーツを一旦外しまして、で、このボールジョイントが付いているベルトの部分を外して、こちらのボールジョイントのないベルトに付け替えておきます。で、またこの腹部を上から接続。で、エプロンを装着するときには、ここのボールジョイントあると邪魔なので、こう、後ろ側にこんな風に避けておきます。まあ、太ももの内側まで持っててしまうと足が閉じれなくなるので、まあ、若干こんな後ろの位置でいいと思います。で、この状態で一旦上半身を戻しまして、で、このエプロン、前後に分割できるようになってますので、前後に分割して、まずこの首のかける紐の部分を首にかけて、こんな感じにピタッと本体に収めます。この時にボールジョイントが外側にあると干渉するということですね。まあ、この位置であれば、後ろから閉じてもエプロンとは干渉しません。で、こんな感じにエプロンをそれぞれのジョイント位置ではめて、ピタッとはめ込んで、で、頭部を取り付けて、これで、エプロン状態のエリーの完成になります。アニメ本編の方ではノワールがエリーのパートナー名がそのアンジェのところに料理を教えてくれって言った時に一緒にエリーも料理修行みたいな感じでこのエプロンをつけてたシーンがあったのは覚えてるんですけども、まあ、それ以外にはあんまりエプロン姿はなかったような気がするんですよね。なので個人的にはこのエプロンを今回のキットに同梱してくれるよりは寝起きとかお風呂上がりにエリーこのツインテールほどいて大きく2つに分けて肩のあたりで髪を留めてるシーンがあったんですけども、その時のエリーめちゃくちゃ可愛いんですよね。なので今更ですけれどもエプロンをつけてくれるぐらいだったらエプロンなしでもいいので髪を下ろした頭髪パーツつけてほしかったななんて思います。では最後にパッケージラストにもなっているジャケットを装着した状態にしていきます。まずこの状態から今して片付けたこのエプロンを前後から外して本体の方から取り外しておきます。で、この後ろ側に回しておいたこのボールジョイント、これを前側に持ってきて、先ほどの太ももについていたこの収納ポケットみたいなものをここにつけるんですけども、今回この上がなくなっております。まあ上についてはジャケットを着るので、それに隠れて見えなくなっているって感じですね。で、頭部を戻して、で、両腕については乾燥することになりますので、この部分から外しておきます。ハンドパーツは再利用します。で、この状態でジャケットを着せるんですけども、このジャケットも一旦このフード部分を外して、で、上の部分、これがちょうど可動のジョイントを兼ねてまして、下にもあります。前側からこんな風に観音開きで開いて、後ろからエリーにこんな風に着せて、前側で閉じて、で、後ろも一旦間隔が空きますので、この間を詰めておきます。で、フードをここに取り付けて、で、左右の腕ですね、先ほど本体外しておいた方からハンドパーツを着用しまして、ここの部分にハンドパーツを取り付けて、で、肩に
装着、反対の腕も同じように元あったこのフレッシュカラーの腕部からジョイントごとハンドパーツを取り外してこちらに差し込んで、で右肩に差し込めばこれでジャケット装着状態のエリー完成になります。まあこの方がエリーらしいと言いますか、公式サイトのキャラクター紹介でもこの装いでしたので、これでこそエリーっていう感じがしますよね。でこちらも同様ですね、こういったポケットのとことかこのファスナーの部分に若干墨色しましたけども、この肩の2本のラインとかこのボタンとリボンみたいなところとか、こういったものは全てシールとなっております。ここの逆 V の字のマークもそうですね、後ろから見るとこんな感じになってまして、このテローンと出た紐の部分とかもかなりリアルに再現されていると思います。でこの状態での稼働なんですけども、肩はボールジョイントなんですけれども、まあ、やっぱりジャケットを着たせいで軽装状態ほどは動かないですね。でワンプについてのロールは基本ないと思っていいと思います。ここの部分にでっかめのリストジョイントがはまってまして、そこの部分でこう多少向きを変えれるかなぐらいなんですけども、あんまり向きを変えてしまいますと本来繋がっているこの2本の線ずれてしまいますので、まあ、肘についてはこうきっちり押し込んで、まあ、この2本のラインが変な風に途切れない範囲で角度を変えることができるかなって感じですね。全体的に非常に細身で、サイズ感としてもこじんまりしたキットであるんですけれども、このジャケットの着脱が可能だとか、このツインテールの形状とか、アニメのエリーをきちんと再現されている、クオリティとしては非常に高い仕上がりになってるんじゃないかなと思います。やっぱりあと個人的には斜めのあのハス切りのジョイントはやっぱり苦手ですね。ただ改めてこうやって見ていただいても普通に自立もできますし、このモコッとしたジャケットの形状とかも本当綺麗に再現されていると思うんですよね。では最後にちょっと展示ベースに刺さったままですけども、この隣にもう一つ発売になっております、もう一人のメインヒロインでもあるノワールを一緒に並べてみますとこんな感じですね。まあ展示ベースに乗ってるとはいえ、ノワールこうやって見ると結構背高いですね。でこれまた余談なんですけども、これもアニメ見て初めて知ったことなんですけども、ノワールがこのずり落ちて効いてるこのジャケット、これ本来はちゃんと着てボタンか何かを押すと体にぴったりくっつくエヴァのプラグスーツみたいな仕様だったんですね。今回このエリーの作戦にあたってきっちりと本編を見直したので、前段のキットもそうですし今回のエリーもそうですけれども、改めてこの服装がどういったものだったのか、太ももついているポッケ的なものは実はもうちょっと上長かったとか、そんな新たな発見が今回のキットで知ることができました。フィギュアライズスタンダードシンデュアリティのあるエリーはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりましたシンデュアリティのあるエリー、いかがでしたでしょうか。アニメ本編をリアタイでご覧になってた方からしますと、放送終了からちょっと間が空いてのエリーの発売なので、若干懐かしさがもしかしたらあった方いらっしゃるかもしれないんですけれども、私の場合は本当についさっき見終わったばっかりということもありますので、服装のデザインであったり表情であったり、本当に細かいところまで見事に再現された素晴らしいキットだったなっていうのがより強く実感しております。しかもただ単にジャケットを着た状態だけではなくって、このジャケットを脱いだ状態も再現できるっていうのは素晴らしかったと思います。ただ先ほどもご紹介の中でお話した通り、あくまで個人的な好みの話なんですけれども、エプロン状態をつけるんであれば髪を下ろした状態の頭髪パーツ、やっぱりあっちの方が欲しかったなって思うんですよね。共感してくださる方どのくらいいらっしゃいますでしょうか。でこのシンデュアリティのワールなんですけれども、全24話見た感じで言いますと、まあ、一応物語は完結してると思うんですけれども、続編を作ろうと思えば作れなくもない感じでストーリー終わってるんですよね。個人的にはミステルあのままだとかわいそうだなって気もしますので、続編、まあ実際こういったキットの販売実績だったり円盤の売り上げに関わってくると思うんですけれども、非常に魅力的なキャラクターも多かったので続編アニメが作られたらいいなって思うのと、やはりシエルとかミステルとかそういったキャラクターのキットも出てくれるといいななんていうふうに思っております。ちなみに今回のこのキット発売からちょっと日は経っちゃいましたけども、現時点でもいくつかのショッピングサイトさんの方でまあまあディスカウントされた価格でまだまだ市場の方に在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、シンデュアリティのワールドをご覧になっていた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。